来世を誓って転生したら大変なことになった、星さん。前世のファンタジー世界で姫16歳、時26歳ぐらいの年の差だったが、無事記憶を引き継ぎ現代社会に転生するが愛しの騎士は一向に見つからない。39歳になってそろそろ愛しの騎士探しを諦めようと思った矢先に17歳の騎士と再会するという年の差ラブコメディ。このシナリオは現代日本の常識や立場を考慮に入れてラブコメディを作っているところが秀逸で、おばさんと高校生のデートは勤めをはばかられると堂々してみたり、コスプレをするような年ではもうない、高校生とのデートなど陰講霊に引っかかる、といったような年齢を中心にシナリオが構成されている部分がジモールとベネ。また、両方とも偶性なので読んでてほんわかさせられますし、周りも応援団しかいないので、世間の目さえ気にしなければハッピーエンドに迎えるというシナリオもベネ。変化球異世界転生ものの中では極めて面白いシナリオなので大変おすすめ。綺麗に間延びせずに完結しますし、二人が幸せになれてあんこがほっこりしました。でももしも39歳の騎士と17歳の JK 姫の現代日本それ以上いけない。